2002年作った時というのは社会はそういう機運じゃなかったですよね。女性が力を持て余しているというものがまだ顕在化する前のモヤモヤとした状態の中でないマーケットを作ってこられたということをおっしゃってました、はい、どのようにそのないマーケットを作る時の障害があり、その障害をどうやって乗り越えてくるのか、ぜひ聞かせていただきたいんですが、起業される方に、ね、とってはどちらかというとこうあんまお勧めはしないんですけれども、はい、あの新市場で新サービスってものすごい難易度が高いんですよ ね、 そうですね、事業としての難易度が高い、はい、まあ、どちらかというとどっちかがあった方がいいことは確かですけれども、うんうん、はい、まあ、我々はどちらかというと新マーケットであり新サービスを選んだと。あの人材派遣というマーケットは、はい、あるんですけれども、はい、その主婦がパートタイムで働くとか、はい、ワークシェアリングで働くという企業さんのご活用のマーケットがなかったということですね。なるほど。企業さん自身としては当時はその派遣会社といえばもうフルタイムで活用するのは当たり前だろうというような中で、そのポジションポジションに合わせながらパートタイムを使ったりとかワークシェアリングで使ったりということはしたことがなかったんですね。ないしは改めてその主婦を能動的に戦略的に採用するという手法もなかった、経験なかった、はい、っていうところに対してこうマーケットを作るということですね。いわゆる企業さんにその活用というもの自体に対する考えをやっぱりその世の中に浸透していく必要性があるので、そのためにどうしたらいいかというと、やはりあのまあ設立当初からですけれども、あの広報チームを作りまして、新聞雑誌テレビ等々にやはり取り上げていただけるようなプレスリスを書かせていただいたりとか、ないしはそれにやはり響くようなコンテンツを作らせていただきながら事業を推進したというのは一つ特徴的な取り組みかもしれません。なるほど、例えばどんな、ものがメディアに好まれてきたものなんでしょうか。例えばこう最近の中で言いますとね、はい、別にこうメディアだけのことを意識したわけではないんですけれども、うん、よくやはり取り上げていただけるのは、はい、エグゼクティブなパートのスタッフを今派遣をしてます、はい、世の中年収500万だった女性というのは約 9% いらっしゃるんですね、うんうん、そんな方というのはやっぱ当然専門職でも管理職でもやっぱ優秀な方が多くて、うん、はい、で結婚出産というタイミングになったりすると、うん、やはり両立を考えて働きたいという方もいらっしゃる、うん、はい、でそれであればその方たち自身にその能力を生かしながら働けるよう、はい、しかしながら時給は通常のパートスタッフに比べてやはり2倍3倍お支払いしますよというようなことをやらせていただいたりしますね。だからメディアさんとしてはね、はい、そんなもともと年収500万だった、はい、エグゼクティブな主婦パートの方をね、一生懸命集めてお客様のところに提供している会社がないですから、そうするとやはり喜ばれますね。なるほど、うん、何かそのコンテンツになりやすくいいということですね。そうです、まあ、我々としては今はもう自然な動きではあるんですけどね、社会課題における開発をしながらやっぱり営利としても売上利益を、まあ、追求していくということが B スタイルかつソーシャルカンパニーとしてのその活動形態の一つですね。なるほど、うん、通常ですと企業がその認知告知を広めていくためには広告予算を立てて何かしかの CM なり新聞広告、ね、雑誌折り込みなり、うん、何かしかのその広告媒体を使って、ね、認知を作っていくっていうのが、まあ、これまでの常識だったかもしれませんけど、うん、B スタイルさんとは違うスタイルなんですね。マーケットがないときに広告を投下しても間違いなく言えることはそのままリターンで返ってこないですよ、うんうん、ということはベンチャー企業は例えばそれの戦いを挑んだときどうなるかというと、もう資金を持たないですね。持たない、はい、となるとやっぱ長期戦でそのいわゆる投資対効果をある意味こう見ながら取り組んでいくっていうことを選択せざるを得ないということに、まあ、近いでしょうね。継続可能な取り組みを、そうです、継続可能な取り組みをし続けていかなければいけない、はい、しかしながらマーケットとしてもやっぱりこう拡大をしていかなければいけない、育てていかなきゃいけない、育てていかなければいけないと、まあ、ましてはその B2B と B2C で言えば B2C 側の方は比較的そのマーケットに反応しやすいんです、うん、広告にも反応しやすいんですけど、はい、B はなかなか反応しづらいので、B2B というのはそもそもそれがサービスが良いと思ったとしても、はい、その営業マンとのチャンネルがとっても強いサービスだったりするので、うん、確かにすぐにいわゆるこうバンと動かないですよね。だから5年ぐらいスマホなんかで言うと、もう5年前別になんか使ってなかったじゃないですか、あっという間にバーンと 100% になっちゃうのは、はい、これ C の場合の方がユーザーは切り替わりやすいんですよ。
はい、B の場合のレギュル切り替えづらいですよね。なるほど。なのでこういう特性もあるので、そういうことですね。 C マーケット新サービスは、うん、まあ、C の方がやりやすいことは確かですね。で B の場合は長期戦です。あえて難しい新サービスを新マーケットに投下していったのが B スタイルさんなわけですね。そうです、まあ、だからある意味社会的使命がなければやりきれないかもしれませんね、うん、別の、ね、目的がなければね。結果論事業成功しなければ意味がないので、はい、広報 PR なんかでいうと成功するための一つの手段でしかなかったということでしかないですね、はい、やっぱりその何ていうか網だくじって当たりから逆にいけば当たりに決まってるじゃないですか、はいはい、それと一緒だと思うんですよね。みんな大体当てずっぽの選んでるから外れるんですよ、うん、で結局じゃあ企業における成功って何なのってことが明確になった上で、うん、逆に行けばいいだけの話じゃないですか、うん、で逆に行動して、はい、行けばそのまま当たりになりますから、うん、それでも当たらないのに、はい、そもそも当てずっぽの選んで当たるわけがないということですね、うん、なるほど。例えばまあ先ほど言った広報 PR の話なんかでもそうですけれども、はい、じゃあその家庭と仕事との両立ができるようなそのパートタイムとか主婦の活用をするというようなことの考え方を世の中に広めていかないと、これはマーケットができながらないねと歩いてと、はい、あとやっぱり若年労働人口どん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 減って優秀な人を採用しようと思った時に、やっぱその主婦のところまで広げた中でじゃあ活用していこうというふうにこの世の中なかなかなっていかないよねと。じゃあこれ世の中の変化どうやって一番起こそうかといったときに、営業マンとして一生懸命お客さんに説明するというやり方もありますけれども、一番やはりあのいろいろなやっぱり社会的なメディア の, ねをの方と協力しながらムーブメントを起こしていくということをやっていかないと、まあそのゴールまでたどり着かないというようなことでそれに取り組んだということですね。その手段を取ったということですね。なるほど。社会的ムーブメントを起こす手段としてメディアとのそのまあ、親和性というか、そうですね、うん、当然メディアの方としても、はい、当然目的があるじゃないですか。なのでそのメディアの方たち自身の目的に合わせながら、うん、まあ、どのような形でその我々として我々の事業を PR していくのかなるほどということはまあ考えましたね、うん。